演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらネスカフェドルチェブストのコールドブリューコーヒーを飲みたいと思います。通常のドルチェブストだとマシンを倒してお湯を入れるんです。これをマシンのレバーを左に倒して水で入れるんです。まあ、水は本来内部洗浄用なのですが、まあ、こういう商品出してるとは使っても大丈夫ってことですよね。大丈夫ですけどね、ちょっと不安になってきたと。で、こういう風に氷を入れてさらに冷やすというか、では早速入れていきたいと思います。少々お待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。入れ終わりました。では飲んでみます。そこまで違うってわけでもないかな。これは氷でちょっと薄まるんですけど、それが逆にちょうどいい感じになるようなバランスの良いコーヒーになっていますね。量的にちょっと今ので合ってるのかわからないのですが、苦がしっかり感じられて朝の目覚めにスッキリできます。夏とか暑い時にはこう通常版よりこっちの方がいいかもしれないですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。これのビスケットが一番想像してたのに近いですね。そして今の時期にぴったりのこの冷たさがいい。